待ってるぜ。一筋縄ではクリアできないぞ。特徴をよく見てカスタマイズをしよう。侮ってはいけないのがこの芝生だ。頼んだぜ、俺のデビルキラー。この時を待っていたよ、カズマくん。これが僕の注目のカズマくんは青レーンだ。対するはお久しぶり、ポケサーファイターだ。それではレースを開始するぜ。レースゴー。スタート。僕の走りについてこられるかな。なかなかやるないい調子だ。いまいち。なんて気迫だ。カズマ君、このままだリタイアだぞ。復帰するんだカズマ君。あの先復帰するんだカズマ君。なんということだ。注目のカズマくんは青レーンだ。対するはお久しぶり、ポケサーファイターだ。カウントダウンが始まるぜ。レディーゴー。ゴー。僕の走りについてこられるかな。なかなかやるないい調子だ。いまいちだ。もっと僕を楽しませてくれよカズマくん。そろそろフルスロットルだ。まだそんな力を残していたのか。復帰するんだカズマくん。耐えろカズマくん。このままだリタイアだぞ。なんと復帰するんだカズマくん。あの体勢から復帰するとはやるじゃないか。やるねカズマくん、楽しくなってきたよ。カスタマイズが良かったな。カズマくん、このままだリタイアだぞ。やってしまった。
注目のカズマくんは青レーンだ。対するはお久しぶりポケスターファイターだ。みんな位置につけ、レーカスイゴースタート。僕の走りについてこられるかな。リタイアするには早すぎるぞ。さすがの気合だね、カズマくん。いい調子だ。そろそろ本気出せ。早いな。もっと僕を楽しませてくれよ、カズマくん。そろそろ本気出せ。君の力はそんなものじゃないだろう。本気を見せてくれ。早いな。年の子ってやつだ。そろそろ本気出せ。いい調子だ。まだ終わらない。そんな走りじゃ今の僕は倒せないよ。くっ、なんて速さなんだ。やるねカズマ君、止められねえ。楽しくなってきたよ。さすがだね、完成だ。おめでとう。やっぱりカズくっ、殴らせてもらうぜ。この子に。
お？ありがとうございました。
ありがとうね、おじさん。よかったね。ね、おじさん。ああ。もう腹いっぱいになったのか、オーズ。うん。何時間かしたら、お母さんも戻ってくるし。もう大丈夫。食当たりじゃなさそうだな。ハルカ、急いで病院を探そう。この子を見てもらいたいんだが、どうにかならないか。おい、どうしたんで。少し黙っとれ。どれ、見せてみろ。急に腹が痛いと言って倒れたんだ。時間がない。緊急に回復して処置する。え、お腹切るの。おい、こっちはどうなる。おい、おい、アリ
大丈夫か？ここの医者ずるい。外人でから差別して。何？こいつら後から来たのに手術してる。アリ無視された。アリアリクソ。見てわからんのか。今は手術中だ。出てけ。お前、俺の弟見捨てた。許さない。うるさい。出て行けというのはわからんのか。そう、お前も弟のように死ね。今殺されちゃそのガキも死んじまう。俺が相手になるぜ。なら、お前も殺してやるよ。手術は終わったのか。ふう、ああ終わった。虫垂炎だったよ。破裂寸前だった。危なかったがな。お前絶対に殺してやる。ずいぶん元気だな、兄弟揃って。お前ずるいやつだ。弟見殺しに。あんた。え？なんで？こいつはただの石だよ。尿管結石だ。結石？ああ、激痛が走るが、石が膀胱に落ちちまえばなんてことはねえ。気失って寝てただけだ。世話になったな。ありがとうね、お医者さん。お医者さんか。久々に聞いた言葉だな。こいつはどのくらい入院するんだ。まあ 2,3 日もじっとしてりゃ大丈夫だろう。子供は回復も早いしな。でもお母さん待ってるんでしょ。まあ俺が母親の店を探して連絡はしておくよ。お前しばらくじっとしてろよ。あんな場所でうろつくんじゃねえぞ。やめておけ。この子もきっと母親を待ってるのが楽しいんだろうな。あ、そうだろ。うん。この町には大人子供関係なくいろんな事情を持った連中が山ほどいるんだ。だがみんな精一杯頑張ってる。だから俺はこの町が好きなんだよ。そうだな。だからあんたみたいな医者も必要なのか。その通りだ。俺は患者に一切の差別はしない。この町で病気で苦しむ人間がいれば誰でも助けるさ。じゃあ俺らは帰るぜ。ああ。そういえば代金は。ああ、それなら問題ねえ。俺には強力なスポンサーがいるんでな。そうなのか。まあとにかく助かったよ。ありがとうな。しかしあんたの社長さんも物好きだね。うちの社長がファンなんですよ。先生が東都医大の部長をされていた頃からの。そっか。ま、会ったことはないが、その風間社長さんとやらによろしく伝えてくれ。はい。
おっと、あ、セイフプレイ。後悔するな。これがバカでした。すいません。ねえおじさん、私あの人知ってる。おお、お嬢ちゃん若いのに通だね。そう、ありゃバンタム級ランク1位のジャッカル八木沢だよ。お前ボクシング好きなのか。うん、ひまわりでよくみんなで見てたよ。ジャッカルのパンチってすごいんだよ。本当によく知ってるね。そう、彼の右は音速の右って言われてるんですよ。そうなのか。ねえおじさん、私握手してもらってきてもいい？ああ。ねえジャッカルさん。ん？私ファンなんだ、握手して。うるすんだよガキが。何にも知らねえで。くそ。おい、お前ガキに手あげるとは最低だな。なんだお前は、このガキの親か。ふん、ちゃんとしつけぐらいしておけよ。お前に言われる筋合いはねえよ。ひょっぱらいのうさんくせえボクサーよりはマシだ。あ？お前誰に向かって口聞いてんだ。俺を怒らすとただじゃおかねえぞ。酒に溺れた男に負ける気はしねえよ。口だけじゃなく手出したらどうだ。音速の右なんだろう。てめえ言わせておけば。じゃあ望み通りにしてやるよ。何者だ？同業なのか？いや、ボクシングの経験はねえ。リングじゃ俺が負けてるかもな。でも素人に負けてるようじゃ俺もいよいよおしまいだな。そんなことないよ、ジャッカルは強いよ。明日タイトル戦じゃないですか。そろそろ引き上げられた方が。タイトル戦？ああ、やっと手に入れたチャンスだってのにな。だったらなんでこんなところで飲んでたんだ。いいんだよほら、どうせ何やったって結果は変わらねえんだ。え、どういうこと？さっきは悪かったな、お嬢ちゃん。お嬢ちゃんの期待には応えられないんだよ。俺は明日負けるんだ。何？もしかしてお前。ジャッカルさん、私信じてるよ。ジャッカルは強いって、絶対に勝つって。応援してるから頑張ってね。ねえ。ああ。ええ。
今日は虫の居所が悪いんでな。やるか。ああ、いらっしゃい、お客さん。お、これは珍しい。ああ、そうですか。それ、明日のタイトルマッチはジャッカルで間違いないですよ。そうか。ジャッカルは今まで22戦21勝20KO。 今じゃ日本に敵はいないですからね。鉄板の 1.5 倍ですよ。ほう。相手のマギー吉村は5回防衛していますが、全部ギリギリの判定勝ちですから、まあ勝ち目はないでしょうね。だから 10.5 倍のオッズになってます。ちなみに引き分けで防衛の場合は 5.4 倍のオッズです。ずいぶんあからさまなオッズだな。まあ今のジャッカルは無敵ですからね。これでも結構倍率が高い方ですよ。それでどうします、お客さん。ではジャッカルに賭けよう。ただし八百長抜きの試合にな。ん？お前の仲間が八木沢にやられたらしいが、それをネタにつけ込むとはゲスな奴らだぜ。な、何？さっきも言ったが、この子は八木沢のファンなんだ。子供の夢奪っちゃかわいそうだろ。悪いが店ごと潰させてもらうぜ。客かと思ったらそういうことか。ガキ連れのてめえに舐めてもらっちゃ困るな。お前ら二人とも試合前に東京湾に沈めてやるぜ。工業です。ご用の方は発信音の後にメッセージをお願いします。あ、ジャッカルに50万、側近で。お客さん。あ、マスターのおじさん。これで明日の試合は賭け試合じゃなくなったぜ。あ、ありがとうございます。なんとお礼を言ったらよいのか。礼はいらねえよ。八木沢に連絡してやったらどうだ。は、はい。
おじさん、これで明日のタイトルマッチ楽しみだね。ああ、そうだな。掛け札を、はい、手の込んだものを作るやつがいたもんだ。
あら、鬼、もう一回入りたいの？はい。お
さん。本当に。うん。分かった。うん。いらっしゃいませ。勝負。国の藩。お客さん、子連れかい？社会勉強さ。迷惑か？別に。ただここには子供料金なんてありませんぜ。入ります。さあ、はったはった。ちょ一斉のいい子だ。ちょ、入ります。さあ、はったはった。はんだろ。これは、ちょ、長藩駒揃いました。長武ピンゾロの長。よーし、やるね。入ります。さあ、はったはった。ちょ、これは、ハン。長藩駒揃いました。勝負、武士のハン。やるね。やった。入ります。さあ、はったはった。そうじゃね。これは、ハン。長藩駒揃いました。勝負、五六のハン。よし、やるね。まずい。入ります。さあ、はっちゃはっちゃ。なんだろ。これは、ちょ、長藩駒揃いました。勝負、武三の長。やるね。やった。入ります。さあ、はっちゃはった。そうじゃん。これは、ハン。長藩駒揃いました。勝負、一六のハン。よし、やるね。ちょっと中座させていただきます。すぐ戻りますんで。楽勝だね、おじさん。なんか私才能あるかも。そうだな。私のおかげで勝ったんだからね。何かおごってよ。ああ、いや、お待たせしました。年のせいか小便が近いもんで。さあ、続いてまいりましょう。入ります。勝負。次はね、ハン。さあ、はったはった。ちょ、ハンだろ。これは、ハン。長藩駒揃いました。勝負、二六の長。残念だったな。
お座りいただきましょうか、お客さん。まっ、うつだだだだ。気安く触るな。何しやがる。何やってんだ。邪魔すんじゃねえよ。邪魔したな。待ちやがれ。おじさん。おい、あれ。なんだおりゃ。ずいぶん変わったサイコロだな。イカ様じゃねえか。どうなってんだこれ。ふざけやがって。おい、出てこい。イカ様だ。つまみだぜ。もう勘弁してくれ。さまあやらかした壺振りのけじめ、どこでも相場が決まってるもんだ。いや、でもそれは。お客人、大変失礼いたしました。手前ここの仕切りをやらせていただいております。この壺振りは流れ物でして、どう知らぬこととはいえお詫びの言葉もございません。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので。そんなこの後始末手前どもにお任せいただけませんでしょうか。もちろんただでとは申しません。俺たちも帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。ご理解いただきありがとうございます。今後ともごひいきに。そろそろ時間だ。はるかをサイの河原に預けに来い。いらっしゃいませ。手加減しないぜ。出た。さてと、一だ。力みすぎだぜ。次、親誰だっけ？昨日見た。くそー。それ。くそー。それ。
一回で。一だ。うし。来た来た。さてと。あちゃー。続けるんやろ。いらっしゃいませ。始めるぜ。始めよ。始めるぞ。これじゃ。これじゃ。どうすんの？記録の逃げだ。いらっしゃいませ。手加減しないで。始めましょう。
地下町に。よし。もうなんでよ。やりましたよ。
よし。やだよ。もう、なんでよ。
よし。やだよ。やりましたよ。
気に食わねえ。やんのか。来るで、おもろいな。あ、ちょっと下がら、その顔が気に食わねえ。目障り。
いや。うわ。おお。キリュウ、そろそろ時間だ。ああ。10年前と今の錦山は別人だぜ。何仕掛けてくるかわからねえぞ。ああ、遥を頼む。わかってる。10年ぶりの親友と飲んでくるよ。少し遅くなるかもしれない。うん、気をつけてね、おじさん。それにしてもキリュウ、お前10年前とあんまり変わってねえよな。そうか、自分ではよくわからねえが。俺なんか見てみろ、白髪がどんだけ増えたと思ってんだ。それだけ何事にも全力で当たってきたってことだろう。あいにく不器用なもんでね、そんな生き方あったとしても気づかなかっただろうよ。ま、10年前より今の方がずっと男前だ。それは確かだぜ。いらっしゃい。いらっしゃい。ああ、
10年前とあんまり変わんない。レーナ、お前なんでここに。これから錦が来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。レーナ、錦、久しぶりだな兄弟。レーナ、酒を。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。ああ、面会にも行かなくて悪かった。俺もいろいろ忙しくてな。そうだろうな。俺はどうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキとペンダントを渡せ。その前に答えろ、なぜ水木を殺した。殺す気はなかったんだ。ユミの妹を殺すつもりなんかな。あ、親父。何やってんだお前ら。すみません、この女結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った。え、あ、お、親父。待ってください。ユミの妹なんだぞ。誰が殺せと言った。誰が言ったんだ。親父。親父、あとはきっちり片付けておきますから。10年間俺はユミの行方を追い続けた。ユミの妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこにユミが現れるんじゃないかってな。ハルカのこともそれで知ったのか。巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。水木はその後アレスを持ち、そして姿を消した。ひまわりにいた娘も、そして登場会の100億が抜かれる。だがな。それはそうだ、ユミの指輪だよ。
こいつが現場で見つかったんだ。ユミはいる。近くに。必ずな。キリュウ、これは東城会の戦争だ。お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡してくれ。あれはハルカにとって唯一残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらねえな。だからユミもお前に惹かれたんだろう。みんなお前の味方をする。昔からな。お前俺のことを憎んでいるのか。わからねえ。だが結局俺はお前を裏切った。風間の親父もな。もう後戻りはできねえ。まさか風間の親さんを撃ったのは。なあ、さすがにあん時手が震えた。やめてよ二人とも。なんでだ。おやっさんに世話になった恩はねえのか。まだくたばっちゃねえだろう。それに今はシンジも一緒だしな。おやっさん着きました。お前シンジを盗聴して。10年前のあの日から俺は誰も信じちゃいない。俺は俺のやり方で東城会のトップに立つ。どうしても水木の娘よこさねえならお前でも容赦はしない。好きにしろ。だが遥かを渡さねえ。お前の道具になんかさせやしねえ。今さらだがお前とはもう一度一緒にやりたかった。だがもう今日限り兄弟じゃねえ。なんでこんなことになっちゃったの。なんで。親父、手はず通りで。なあ、やってくれ。はい。
久しぶりです、桐生のおじき。親父の命令です。恨まんでください。やれ！失礼しますよ、海長さん。ほら、今日の稼ぎだ。ご苦労だった。おいおい、もっと感謝してみせろよ。今日の分だけであんたの欲しがってた金額はクリアできてんだぜ。そうか、恩に着る。そうそう、初めからそう言えよ。ま、今日はでかい取り立てが久々にできたんだ。組長さん、あんたラッキーだぜ。ま、借金まみれでギャンブル狂いの医者にも感謝した方がいいな。医者？でもあの野郎も急に金ができたから返済するとか抜かしやがって。
一体何やらかしたんだろうな。そいつからいくら切り取ったんだ。3000万だ。親の遺産でも入ったのかね。おい、何なんだ。3000万用意できますか。私たちナースも困ってるんです。さっき急に院長に辞表を渡したとかで、逃げるように出て行ったっきり連絡もつかなくて。あの、何かあったんですか？クソみてえな奴にも頭下げて、死ぬ気で金を用意したってのに。今までの時間は一体何だったんだ。もう優子には時間がねえってのに。飲んでって。
ねえ。ん？
ろう。さあ踊るやないか、この野郎。うん、ああ、また来るで。おもろいな。ちょっとそがら、てめえ足くせえんだよ。邪魔だ。ギリザーの不死者でした。許してください。あいつ、おい、逃げやがって。なんだ、え、何があった。いや、なんか爆発事故とかで。おい、あんた、はるか。キリュウ、だってさ、はるかは。すまん、やつらまさかここまで派手にやってくれるとは。何があったんだ、はるかはどうした。ほんの1時間くらい前だ。はるか、何してるんだ。私やっぱりここにいちゃいけない気がする。え、私キリュウのおじさんのこと好きだけど、私がここにいるとおじさんに迷惑がかかっちゃう。
何度も危ない目に遭っちゃう。はるか。だから私はいなくなった方がいいの。お母さんももういないし、本当はもっとおじさんたちと一緒にいたかったけど。はるか！すまねえ、キリュウ。奴らギャングの連中だ。ハルカをさらっていきやがった。ギャング？この町のグレン隊だ。ヤクザのヤバい仕事なんかを引き受けてる。赤、白、青の3つに分かれてるんだが、まとめて襲ってきやがった。ハルカさらったのは何色なんだ？河原のシステムがダウンしちまってる。わからねえんだ。なら、しらみつぶしにするしかねえな。俺は署で情報を集めてくる。はるかの居場所が分かるかもしれん。分かった。いらっしゃい。いらっしゃい。ああ、